確かに考えられん話ではない。使用人が一番怪しい。物的証拠があるわけではありませんから、縛ってクローゼットに放り込むわけにもいきません。ですから銃を持った皆さんの常に目に届くところに置いてよく見張る必要があります。兄貴、マスターキーも回収した方がいい。あの密室も使用人たち以外には作れるわけがないんだ。使用人たちしか知らない構造や道具などできっとチェーンロックをどうにかできたに違いない。みんな長く勤めてくれているものばかりだ。私には到底彼らが殺人を犯すとは思えんのだ。金蔵さんの寿命もわずかで、遺産問題で大きく揺れているそうですね。それに加え10トンの黄金がどこかに隠されているなんて話もあるそうじゃないですか。それらの分け前にありつけるなら人は罪を犯せるかもしれません。考えたくはないが、クソ親父のおかしなオカルト儀式って可能性もある。片翼の使用人たちは親父の手先で殺人の実行者かもな。親父はどうなんだ？まだ連絡は取れないのか？内線電話も通じないのだ。犯人に壊されたのかもしれない。それに親父殿は不機嫌になると電話の受話器を外していることがよくある。ノックをしてもその不機嫌な返事があるだけだった。連絡は取れんが、あの書斎はシェルターの動線だ。むしろ安全だから閉じこもってくれた方がいいだろう。いずれにせよ使用人たちを野放しにはできねえ。それでさっき秀吉兄さんとも相談したんだが、2階に2部屋に分かれて全員で籠城しようということになったんだ。なぜ2部屋なのかね。1部屋の方が心強いだろうな。さすがに1部屋に12人もの人間では窒息します。そして最も注意すべき人物だけを隔離したいという思惑もあります。使用人の頭である源氏さん、一番体格のいい豪太さん、若輩とはいえカノンさんも男性です。この3人を特にマークすべきだと思う。そこでこの3人を隔離し、俺と兄貴で監視する。2丁の銃、俺と兄貴ならとっさの時連携もできる。少しでもおかしな動きを見せたらズドンだ。わかった、そうしよう。だがルドルフ、彼らが犯人であると決まったわけではない。あまり高圧的にはなるな。兄貴に高圧的になるなか。そりゃ俺たちも吹けるわけだぜ。今上で秀吉さんに部屋分けをしてもらっています。隔離者たちをいとこ部屋に集め、他はその隣の部屋へ集めます。そうだ兄貴、ジェシカちゃんなんだが、兄貴と一緒の部屋がいいと言って聞かない？ジェシカ。隔離のいとこ部屋が5人、隣の部屋7人の部屋割りでしたからね。ジェシカさんがいとこ部屋を希望するならちょうど半々になります。狼と羊のパズルで言うなら、今は使用人狼が3匹に、クラウスさん、ルドルフさんの羊が2匹、ジェシカさんを加えた方が確かにバランスがいいとは思います。一緒にいさせたらどうだ。俺たちが良い父良い叔父でいるために必要なリミッターの役かもしれねえぜ。そうだな、私も今は理性的なふりをしている。しかしいつ妻を失った悲しみを怒りに置き換えないとは限らん。それがいいと思います。私も賛成です。同感だ。子供を失うのは
俺とローザだけで十分だ。ルドルフ。さすがだな。探偵権限がないにもかかわらず、うまく場を支配しているぜ。冷静を欠いた男など感情むき出しの犬と同じです。適切に扱えば簡単にコントロール可能です。探偵権限も魔法と同じだな。できないことはやれないってわけだ。エリカにそれだけの力があったから認められていたというわけか。魔法とは決して怠惰で無力な人間に与えられるものではないのですね。そうだ。むしろ人知れぬ努力を隠せる奴こそが魔女と呼べるんだろうぜ。しかしエリカ、どうして2部屋に分けた？てっきり1部屋に全員を集めるとばかり思っていたぜ。探偵権限があればそうしました。これは自由捜査権を確保するための一手です。ああ、そういうことか。なるほど、やるな。それが二部屋に分かれて籠城するのとどう関係があるのでしょう。そこは奴が口車でうまいことやるのさ。見てな。ええ、そのためだけに二部屋に分けたのですから。
敵が何人いるかもわからんのや。しかしわしらにはこうして銃がある。もちろん撃ったこともあるで。ハワイ射撃センターとちゃうで。わしなもう時効だから白状するが、進駐軍のピストルをぶっ放して担架を切ったこともあるんやで。当時の闇市は外国人ヤクザが牛耳っとってな。どうしてこんな事件が。明日船が来られればいいのですが。明日は難しいでしょうな。二晩の長丁場になりそうだ。とにかくこういう時はしっかり睡眠をとりましょう。この状況ですやすや眠れるほど僕の神経は太くないよ。ジョージ様、すみません、ちょっといとこ部屋へ行ってきます。ちょっとどうしても向こうの使用人の方たちに確認したいことがありまして。なんや、電話ではあかんのか。部屋番号をダイヤルするだけやで。ほらお忘れですか。電話どうも犯人に壊されてるみたいですし。なんや、ひょっとして彼らの証言に何か矛盾でも気づいたっちゅうんか。簡単な確認ですが、ひょっとすると大きなほころびを出すかもしれません。ちょっと行ってきます。誰も部屋から出さないでください。隣の部屋とはいえ一人は不用心やで。誰かお供を連れてった方がええんとちゃうか。使用人たちも南條さんも完全には信用できません。秀吉さんはこの部屋の責任者。ジョージさんも秀吉さんをサポートできる優秀な男でです。誰も避けません。大丈夫です、探偵は襲われないって決まってますから。小一時間ほどで。いや、あまりうろちょろするのも不用心ですね。朝まで隣にいます。明るくなってから戻ってくる方がいいですよね。その通りや。気をつけてな。お隣の部屋に行くだけなのに。この部屋よろしくお願いします。誰も外へ出さないでください。この部屋を出るあらゆる理由がないよう、あらゆるものを運び込んだのですから。わかっとる。この部屋におるんは身を守るためだけやない。ひょっとしたらおるかもしれない犯人を見張る意味もあるのをよくわかっとる。グッドです。ではどうかよろしくお願いします。エリカちゃん、どこへ。表には誰も出ない約束だよ。ああ、エリカちゃんはちょいと特別な用事を思い出してな、隣へ行く。大丈夫、平気や。大丈夫、誰もおらんで。ここまでで結構です。あなたが部屋を出ると同時にシャノンさんが豹変してジョージさんを人質に取らないとも限りませんよ。今こうして彼らに背中を向けているのさえ少々不用心です。そやな。じゃあ用心するんやで。後でわしにも話を聞かせてや。はい、それでは。
ようやく自由捜査権を得ました。その前に後ろ宮バトラ、フルネームで呼ぶな。ここで登場人物全員の所在確認をさせてください。復唱要求です。無論これにも答える義務はねえぜ。その場合は私が見てない間に部屋を抜け出し、その人物が今後起こるだろう不思議な事件の実行者だと主張しきるだけです。不可能犯罪を見せたいならまずは所在確認に応じるべきです。いいだろう、一応は聞いてやるぜ。行ってみろ。いとこ部屋に対し隣の籠城部屋をこれより隣部屋と呼称します。よろしいですね。わかりやすい、了解した。それで今からする所在確認は生死を問いません。体の所在と考えてください。そしてもちろん現時点でのことです。では参ります。第一の番の犠牲者6人の所在は発見場所の通りである。夏日は自室、エヴァは貴賓室、キリエはクラウスの書斎、ローザとマリアは客間で、あんたは客室。まさかこの時点でもうこの程度のことも復唱拒否ですか。いいぜ、それを認める。グッと続けます。隣部屋に所在するのは秀吉、ジョージ、シャノン、熊沢、南条である。認める。グッと続けます。いとこ部屋に所在するのはそれ以外の全員である。拒否する。それを認めるっていうと金蔵の遺体もいとこ部屋の中にあるって論法になっちまうからな。ああ失礼、金蔵はすでに存在しないことが確定していますから、全員という言葉からは抜いて考えてください。なぜいとこ部屋だけ全員という言い方をする。クラウス以下6人の名前を個別に挙げて所在確認をすればいいの。なぜそんなアバウトな言い方で。6人の名前をいちいち読み上げるのが面倒くさいからです。それとも何か、全員という言葉だと何か問題のあるトリックでもあるんですか。私と金蔵を除き17人いる島で6人が殺されて屋敷に横たわり、隣部屋に5人がいるとなれば残る6人はいとこ部屋にいる。これが正常な考えでしょう。しかし17人いる島だから6を引いて5を引いてさらに6を引けばちょうど0になって、所在不明の人間は0になるという思い込みは大変危険です。バトラさんもこの辺の名前と人数のトリックで第三のゲームの南条殺しで散々苦しめられたはずです。そうだな、あの時のトリックは18人分の名前と実際に存在する18人が食い違うことで、未知の人物が混入する余地を許していた。そういうことです。ですから名前だけでの所在確認は安心できないわけです。そこで私は全員という言葉を採用することにしました。この言葉はまだ私が想像もしていないバトラさんの新しいトリックを未然に防ぐことさえできるのです。なるほどな、うまいやり方だぜ。
ばですが、この島に未知の暗殺者 X が紛れ込んでいるとします。仮に、その X の名をプルプルピコマルと名付けましょう。なるほどな。全員の名を挙げて所在確認をしても、プルプルピコマルとやらはその網にかからないってわけだ。そういうことです。この島には17人しかいない。そして17人の所在はここであるとされても、それだけでは不十分なわけです。前科もあるわけですからね。しかし全員というのはあまりに範囲の広すぎる言い方です。他の言い方でうまく言い直せないでしょうか。いや、ここで全員という言葉から逃げると、エリカはそれを根拠に全ての犯人をプルプルピコマルテアラの仕業で逃れきっちまう可能性がある。かつての俺もお前との戦いで未知の18人目 X だけを根拠に複数の謎にくさびを打ったことがある。全員という言葉の重み、よーく考えてお返事くださいね。ディストラクションですね。チェス用語のか。はい。敵の駒に圧力をかけ、移動を強いて敵陣形を自らに崩させる手法のことです。全員というあまりに広域で強力な駒に私は移動を強いているわけです。バトラさんにとってはこれによって生存者全員のアリバイが完全に保証され、以後の不可能犯罪を私に言い逃れさせないことが可能となるでしょう。何を恐れます。あなたにとって強力な一手じゃありませんか。しかしそれはお前が敷いた上での手だ。お前はそれによって俺の何かの陣形を崩そうとしている。どんな妙手も相手に望まれたならそれは握手に同じです。しかしここで全員という言葉を避けることも難しい。赤き真実は殿下の宝刀か。ベアとの気持ち今は痛いくらいに分かる。どうします？保留でも結構ですよ。いや、分かった、認める。それ以外の全員がいとこ部屋にいることを認める。グッド、ありがとうございます。バトラさん、実に美しくバッサリです。はあ、困りました。この状況で魔女からの手紙が現れたりなんかしたら一体誰を疑えばいいのやら。所在確認はこれで十分のはずだ。ゲームを進めてもらおうか。そうします。ドラノール、はい、エリカ卿。
それでは早速始めましょう。慈悲深いゲームマスター様がくださった権利を。はい、心得ております。ガートルード、コーネリア、3部屋許された権利のうちの2部屋分を行使します。禁忌、慎んで。了解するものなりや。いとこ部屋と隣部屋を封印。これで犠牲者以外の全員を封じました。これ以降何が起こっても封印の中の人間たちは問題となりません。扉、窓のいとこ部屋、隣部屋の両部屋の密封は保証されました。定石補佐官、慎んでお尋ね立てまつる。何か。人間側プレイヤーは魔女の出題を人間の仕業で読み解くのが戦い方と知るものなりや。あなたに相違なし。なれば、なぜにエリカ教と上司ドラノールは犯行の余地ある人間を自ら減らすように戦うなりや。これよりどのような事件が起こるかもまだ分からぬと知りたまう。むしろ所在を確定させない人間が多い方が人間に有利ではないかと推測するものなりや。今はまだ今日も上司主席もそれを明かす段階にないと知り立てまつる。死後陳謝するものなり。不気味な一手ですね。一体エリカは何を企んでいるのでしょう。攻撃とは限らねえさ。チェスも将棋もそうだろ。キングの守りを固めておくのだって立派な戦略だ。つまりこの二部屋の封印は攻めでなく守りだと。そう考えるのが妥当だろうぜ。おかげで生存者たちにちょっかいが出しづらくなった。第二の番が実行しにくくなったってわけだ。なるほど。魔女側は謎を多く提示した方が有利。そうだ。何しろ一つでも謎が通れば魔女の勝ちなんだからな。多くの密室を提示した方が有利に戦える。
事件が発生できないように守りを固めるのも人間側の戦い方なんですね。しかしそれは平凡な一手だ。あの名探偵フルド・エリカがあれだけ自信満々に強打するほどの一手じゃない。これはきっと守りじゃなく攻めなんだ。どういう攻撃か理解はできねえがな。次は私たちの手番ですが、どうしますか？とりあえず表向きは奴は第一の番の推理ではなく第二の番を防ぐための守りに手番を費やした。押さば引け、引かば押せだ。ならこっちは攻めていくしかない。しかしどう攻めればいいやら。ゲストハウスはかなりの守りになっています。そうだな。ゲストハウスの全域が今やエリカの支配下に見える。しかしビショップやナイトのように敵陣に食い込むのを得意とする駒だっていろいろある。X レイ、これもチェス用語だったな。はい。一見敵の支配下に見えるマスが実際は自分の駒が十分に影響力を効かせていることを見透かして攻撃する高等技法です。エリカ、生存者を全て密閉し次なる俺の攻撃を防げると本気で信じているなら、それは甘い考えだ。どう受ける？これが俺の応手だ。これでようやく羽が伸ばせます。まずは屋敷に深夜の散歩と参りましょうか。殺人犯が潜んでいるかもしれない不気味な屋敷にこのような深夜に散歩とは水凶な御仁です。とんでもない、ようやく得た自由時間じゃないですか。今の私はプール授業の後の自由時間みたいにワクワクしています。よし、ゲストハウス1階の戸締まりも完璧ですね。玄関もちゃんとチェーンロックで封じられています。では参りましょう。え？まずは6人の死因くらいは確定しなくちゃ。風はだいぶあるようです。まあこの体など私にとって肉の売り、濡れようが冷えようがどうでもいいことです。行きましょう。これはいつもの手紙です。来ましたね。まるで待ち受けていたかのように。
ようこそフルドエリカ様ですって。やれやれ、私を名指しでですか。完全に読まれてますね。内容は何です？犯行予告です。いや、事後報告と言うべきですね。後宮バトラの死体をお預かりしたそうです。どうぞ探してみてくださいとか言ってます。第二の番の寄り添い師二人を引き裂けではないのですか？まあ、死体が消失する云々はベアとのゲームでも何度かありました。それほど親身のある話ではありません。同じならトリックまで同じだって言うんじゃないでしょうね。ドラノール、バトラを呼び出してください。了解です。バトラ卿、東方の手番を所望です。了解だ、受けて立つ。申し訳ありません、実は差し手の宣言ではありません。実は謝罪です。一つ謝らなければならないことがありまして。例の遡っての封印についてですが、実はすでに一箇所封印しておりました。それのご報告が遅くなりましたことをお詫びしたいと思います。すでに封印していた？つまりお前はもうこれで3部屋分を使い切っていたということか？はい、直ちに報告するお約束だったのですが、うっかり失念してここまでゲームを進めてしまいました。心よりお詫びいたします。心より詫びてる顔には全く見えねえぜ。まあいいさ、俺が許した権利だ。それでいつどこを封印していたって？ドラノール、ご報告申し上げます。エリカ卿による死体検視時にバタラの客室を封印しておりましたことをご報告申し上げます。本来なら5つの密室すべてに封印を施したかったところなのですが、回数が足りませんでしたので、ゲームマスターのあなたに敬意を表してバトラさんの死体の部屋だけを封印させてもらいました。ご丁寧に俺の棺桶の蓋を閉じてくれたわけか。つい先ほど思い出しましたもので、屋敷に到着しあなたの死体の客室を調べるときにご報告すればいいかと思っていました。しかしこの手紙の登場で急ぎご報告した方がいいと思いまして。どうしてそう思うのですか？いいえ、何しろバトラさんは自分の死体の客室が封印されてることを知らずにゲームを進めてたわけですから、それによってひょっとしたらこの登場した手紙、話が変わってくる可能性もあるかなと、そう思いまして。いとこ部屋と隣部屋を封印中です。事後報告で申し訳ないですが、さらにあなたの死体の客室も封印中です。そして島にはエリカ卿を抜いて17人、18人目の存在は過去のゲームですでに否定済みです。となると手紙を受ける人物とあなたの死体消失、ひょっとして話も変わってくるかなと思いまして。
落ち着け。エリカの報告が遅くなっただけの話だ。何も焦ることなどない。ロジックエラー？今回の物語の随分最初の方で聞いた気がするわ。魔女側が犯してはならぬ最大最悪のミス、反則手だ。あ、思い出したわ。物語の表裏が合わぬこと、矛盾することとか言ってたわね。伏せたカップの中に飴玉が現れる魔法の話を覚えているか？ええ、マリアお姉ちゃんとエリカがそれをめぐって論争したわね。あれはお姉ちゃんが目を閉じている間にカップの中にこっそり飴玉を入れるだけの単純な手品だった。そうだ、その手品の過程を観測していないマリアに結果のみが与えられ、魔法でカップの中に飴玉が現れたとする魔法幻想を受け入れたから魔法が成立した。そうか、ロジックエラーとは不可能になってしまった手品という意味ね。つまりカップの中の飴玉が今回はエリカの前に現れた謎の手紙ということになっている。これは手品でなくてはならない。それをお兄ちゃんは
魔女が魔法で手紙をそこに置いたと主張することで、結果を伴う魔法にしようとしている。そうだ。生存者は全員、ゲストハウスの密室に封じられている以上、突然に現れたこの手紙は、魔女以外に置くことは不可能な、不思議な魔法に就職することができる。しかしそれでもつまりは、可能な手品でなくてはならないということだ。赤き真実は真実にしか使えないんでしょ？嘘をシャーシャーと言えたら重大なルール違反だわ。そうだ。自分のトリックを否定する赤き真実は大きなルール違反だ。しかしその赤き真実に抵触しない別のトリックに即座に差し替えられるならいささかアンフェアではあるが、その赤き真実は認められる。この場合はカップの中の密室は維持されていたという赤き真実に矛盾しない手品のトリックを魔女側は即座に提出しなければならないということね。証拠を突きつけられて二転三転させる政治家の言い訳みたいだわ。そうだ。まあその程度の赤ならばまだ苦しい言い訳でも言い逃れられよう。テーブルに仕掛けがあったとか二重底の手品用カップだったとか。しかしもしあらかじめその可能性についても赤で否定があったなら、それも通用しない。赤き真実が多ければ多いほど、言い逃れの余地もなくなるわけだ。人間に説明可能なゲームがこの世界、すなわち全ての魔法はトリックでも可能なようになっていなければならない。トリックで不可能だったら人間側は打つ手なしのステイルメイト。いいや違う。それこそがロジックエラーと呼ぶ致命的かつ最悪の反則手だ。これを魔女側が犯した場合、即座にゲームは破壊され致命的敗北となる。お兄ちゃんは多分エリカにトリックをカンパされたわ。探偵権限のないエリカは検視ができない。それを理由に死んだふりを続け、こっそり客室を出てゲストハウスの玄関に手紙を置いた。しかしバトラが許した、遡って封印ができるなどとする大甘な配慮により話が狂い出した。お兄ちゃんのバカ。まだ現時点では狼狽するほどではあるまい。客室の封印が健在かどうかはまだ赤き真実で確定していない。封印を破るも自由、破らぬならバトラ以外が生きてたことにし、手紙を置いた人間を差し替えてもよいだろう。そうね。お兄ちゃんだけでなくお母さんたちの死体だって赤で死亡は確定していない。実はみんな死んだふりだったってことにしてもまだ全然問題ないわ。そうだ。全くうろたえる段階にない。要はエリカの封印と手紙を置くトリックを矛盾させぬよう手を変えればいいだけの話。
矛盾なく他の筋書きに変更するのだってゲームマスターに許された手の一つだわ。しかし想定したシナリオをその途中で変更することは物語に歪みを与えることもある。まだ第一の番を終えたばかりという段階を思えばあまりに痛恨の一手。どうやら自陣深くに駒を刺されたるはバトラの方だったようだな。この紛れ込んだ一コマはブーツに入り込んだ一粒の小石のように今後一歩一歩歩くたびに違和感と痛みを与え続けることになるだろう。この一粒の小石バトラを殺すやもしれぬ。まだロジックエラーと言える段階ではありません。それに遡って封印したのにそれの報告が遅れたこちらにも過失があります。ですからこの手紙の登場についてバトラさんも遡って筋書きを書き直してくださっても結構ということです。遡って書き直すとは？ふん、なるほどな。俺がこの手紙を置いたとするなら俺が密室に封じられた時点でそれは不可能になる。となるとこの手紙もここに現れてはいけないことになる。そうです。ですからその小さな矛盾の修正をどうかしてもらえたらと思います。今私たちはここでこの手紙を発見しました。それをなかったことに、あるいは他の内容にシナリオ変更していただいても結構ということです。ただ手紙とガムテープがあるだけでフルドエリカにはこの程度の一手が可能です。いかがです、皆様方？手紙は何とか置けても、その後の自分の死体の消失はどうするのですか？客室は密封されています。密室から死体を消すトリックをたった今から用意しなくてはロジックエラーを起こします。まだ時間はある。ギリギリまで考える。とにかくこの手紙はそのままでいく。はい、すみません、客室が封印されてると矛盾するのではい変更しますなんて今さら言えるか。一本取られたと認めるのと同じことだ。まるで天井裏に隠れてる忍者の気分だな。蹴取られて槍でぶっすり刺されたのに痛みに耐えて槍の先の血をこっそり拭い、さもそこにいなかったふりをしてるみたいだぜ。痩せ我慢でいい。ここは痛みを蹴取られたらまずいんだ。バトラさん。なあベアト、今の俺どんな顔してんだ？きっとかつて俺との応酬で痛いとこ疲れた時にお前が浮かべてたような、ああいう表情を浮かべているんだろうな。くそ。かつてのお前ならどうする？俺を散々苦しめてきた密室の数々を生み出したかつてのお前ならどんなトリックで密室から俺の死体を消す。